バカだ。行け行け。お前、やつを食い止めろ。射線は人を蝕む、人生そのもののように。あと30年生きるかもしれない。明日には
死んでいるかも。告白は全てここに記した。パリのこと、カファロフのこと、そして最も困難な道を選んだあの海兵のことも。自分を恥じてはいない。多くの命が救われた。失われた者にはその死を悼もう。情報部の見解とは異なるものだろう。このくらいにしよう。ウラジミールがよく言っていたな。死ぬのは一度きりだ。価値ある死にしよう。